ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは、ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。今回は練習場での選手たちの声をお届けしていきますので、また楽しんでいただければと思います。それでは早速始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さて今回は3月13日水曜日、泉サッカー場での練習が終わった後の選手たちへのインタビューを聞いていただきましょう。まずはここまでのリーグ戦2試合に途中出場、ルヴァンカップでは先発出場し、今季公式戦初得点を挙げまして勢いに乗る背番号28番フォワード菅原選手です。菅原選手にお話を伺いいたします。今日も練習お疲れ様でした。お疲れ様です。かなり好調なプレーが続いているなと思って見ておりましたけども、はい、ご自身としてはいかがですか。まあそうですね、その開幕戦とかに比べたら徐々にパフォーマンスも上がってますし、まあ、あとは結果を残すのみだと思うので、今できていることを継続してそれを結果につなげたいなと思います。ルヴァンで得点を挙げたというのは、もうシーズンの始まったばかりのこのタイミングで、はい、ね、早いうちに得点を挙げられたというのはもう自分としても良かったんじゃないですか。そうですね、まあ、リーグ戦でそれまでの2試合で出場時間をなかなか入れてなかったので、その中でしっかりルヴァンに全てをかけて臨んだので、その気持ちの面と、あとは絶対決めてるっていうやっぱり気持ちの面が一番結果につながったかなと思います。リーグ戦でもかなり体のキレがいいなと思って見てましたけども、はい、どうでしょう、なんかこう心がけてプレーしていることとか何かありますか。まあ、今はやっぱりしっかり自分のボールに収めることを意識してて、ビルドアップのところでボールをさらさずにまずは自分のところに収めるっていうのを意識してて、うん、まあ、それが練習から継続してて試合につながったので、うん、これはちょっと自信につながるかなと思います。うん、前からのプレスなんかも求められる今年の、ね、はい、フォワードだと思いますけど、結構疲労度もきついのかなと思って見てたんですけど、いかがでしょう。まあ、きついところはありますけど、まあ、やっぱそこで自分が頑張ればチームも助かると思うので、うん、まあ、そういう思いでやれば自然と体は動くかなと思います。どうですか、その疲れが溜まってきているような感覚とかっていうのはまだまだ大丈夫ですか。連戦でしたけどしっかりオフもあってリフレッシュができているので、まあ、またフレッシュな状態で次の試合に臨めるかなと思います。一番直近のオフリフレッシュした方法って何かもし教えていただけるとすれば。サウナです。お、まあ、サウナってよく行ってたんですよ。よく行ってます、はい、あれ前からでしたっけ。前から、去年から。あ、というか大学時代からよく行ってたので。あ、そうだったんですね、はい、じゃあもうチームサウナ好きな選手多いですもんね。そうですね、多いですね、はい、よくじゃあみんな誘ってって感じですか。そうです、だったり、まあ、本当にゆっくりした時は一人で行ったりもするので、はい、うん、まあ、友達と行ったり、本当に疲れてる時は一人で行ったりします。疲れの抜け具合がちょっと違います。まあ、実際体的にどうなのか分からないんですけど、うん、気持ちの面ですごいリフレッシュできるので、うん、すごいおすすめです。一旦頭がすっきりする、はい、そんな感じですね。そうです、はい、じゃあもうそういう風なところバランス取って、でいいコンディションでまた、ね、次の試合臨んでほしいなと思いますけれども、はい、アウェーの秋田戦となっております。秋田はこの試合がホーム開幕戦というところで、1勝2敗という今成績になってますけども、はい、どんな試合にしたいとかって思いますか。まあ、相手がホーム開幕戦ということなら、まあ、前節の僕たちのような多分意気込みだったり気持ちで来ると思うので、それを跳ね返すぐらいの、気持ちだったり勢いというのを見せて、しっかりアウェーでも勝ち点差を持って帰っていきたいなと思います。やっぱり同じ東北同士というところもありますし、あとは蜂須賀選手もね、はい、今シーズン移籍しましたが、やっぱそうやって知ってる選手もいるとなると、うん、よりこう負けられない気持ちっていうのも。そうですね、はい、ベガルタはやっぱり東北で一番でいないといけないと思うので、そこはやっぱり自覚を持って全力で、勝ち点差を目指したいと思います。近いアウェーということもあるので、直接応援に行くというサポーターも多いと思います。そんな皆さんに最後メッセージいただけますか。はい、この間の試合もすごい声援で、後押ししてもらったので、
今回も、またみんなと喜び合えるように精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。得点期待します、ね、はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはここまで公式戦全試合に出場、ゴールやアシストなど得点を演出するプレーを何度も見せるなど好調をキープ、背番号11番ミッドフィルダー豪家選手です。豪家選手お話を伺いいたします。練習お疲れ様でした。お疲れ様です、もう最近のプレー見てますと得点にも絡んでおりまして、かなり調子も良さそうだなと思っていたんですが、ご自身としてはいかがですか。本当に試合通しても結果が出てきてるんで、これは続けていくところと、今日の練習からもすごく体の状態もだいぶ良くなってきてるんで、キャンプで怪我してしまったのを今は取り返すべく、ひたむきに頑張っている段階であります。チームの雰囲気も、成績とともにというところもあると思うんですが、かなり練習とか見てても明るいなと思って見てたんですが、そうです、広報カメラでもあった通り、ルヴァンカップ負けて落ちるのではなく、またその週みんなで水戸戦に向けて頑張れてたし、明るく次の日も練習に来れてたので、そういうところが水戸戦引きずらずに勝負に挑めたところかなと思います。やっぱそれはあれですか、もうチーム全体がちょっと今活性化してる感じからですかね。そうですね、本当にリーグ戦も負けてなかったので、ルヴァンはまた別物だとして考えて、反映されずにいい戦い方もできてましたし、最後ホームでまずあの状況で勝てたってところが、一番こうみんなの自信にもつながったし、次に本当つながるかなと思います、はい、もうホーム開幕戦はあれだけのサポーターも入りましたから、すごい盛り上がりましたよね。本当に久しぶり、何ヶ月ぶりかの、ホームでの試合だったので、僕も、慣れてるつもりではあったんですけど、また本当にやっぱいい意味で鳥肌立ちましたし、背中を押される部分もあったので、これをこう1年間、サポーターの方も続けてほしいなっていう願いと、僕たちもそれに見合ったような戦い方と結果っていうのをみんなに届けられるようにやっていきたいなと思ってます。あの時の、得点、アシストという形に攻撃選手になりましたけど、やっぱ最短でゴールを目指すっていうところは日頃言われているところだったので、僕も簡単に横の長澤選手につけることもできたんですけど、前にいる相良の動き出しっていうところまで見れてたので、それはこう練習からこうやってることがつながったかなと思います、そうですね、個人的な関係性ではなくて、もう誰と組んでもいいような、崩しだったりだとか結果がついてくる来れるんだったら本当一流の選手だと思うんで、そういう選手に個人としてもなりたいなと思ってました。はい、次はアウェー秋田戦ということになりますけれども、秋田はホーム開幕戦ということですね、侮れない、ちょっと不気味かなというふうにも思うんですが、いかがでしょうか。僕らも上にいますけど、まだたった3試合しか経ってないんで、本当に今の順位は関係なく、秋田の戦い方も、去年僕も J2 で初めてやってて分かってきたので、飲み込まれないように僕たちはその上を行けるようなそんな戦い方をして、最後終わった時に勝ち点差がついてきてればいいなと思います。秋田のスタジアムで昨年得点上げてますよね、そういった意味ではちょっとこう気分もいいんじゃないですか。そうです、また本当に2年連続取りたいなっていう気持ちも、今は持っているんで、秋田に限らず今年は去年以上の結果というところは、残していきたいなと思ってます。またたくさん仙台のサポーターも集まって、もしかしたら秋田のサポーターよりも多くなるかもしれません、そういった皆さんのためにこうぜひ勝利を見せてほしいなと思います。本当に仙台のサポーターがアウェーのチームのサポーターより多いっていうのは去年1年間で本当に思わせてくれましたし、なおさら秋田っても近いんで、秋田のそのスタジアムというのを乗っ取ってくれるようなそんな後押しだったり、そういうのしてくれると僕らも頑張れますし、その期待に僕らもしっかり応えたいなっていう思いもかなりあります。さっきね、ホーム開幕戦でかなりこう震えるぐらいだという話もありましたけど、やっぱりアウェーであれだけ集まるっていうのもまたちょっとやる気が変わってきますよね。いや、そうですね、選手ももちろん監督もそうですけど、サポーターの熱量が、仙台の売りでもあると思うので、そこはこう僕らも リスペクトしつつ共にこう戦ってるっていう、そういう感じながら、やってるんで、もう J2 屈指のサポーターじゃないかなと思ってます。最後その試合に向けて その勝利への意気込みをお願いします。気温もそんなにまだ高くないですけど、僕らのプレーだったり、結果で、多分胸熱くなる部分もあると思うので、その寒さを吹っ飛ばすぐらいのプレーっていうのを秋田戦の
一試合に全てかけて見せていきたいなと思います。また活躍楽しみにしてます。はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ここまで今回は2人の選手に今季ここまでのご自身のこと、そして次の試合に向けてのことをお話しいただきました。ベガルタチャンネルレディオ、さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか。皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2024明治安田 J2 リーグベガルタ仙台次の試合第4節はアウェー戦です。3月16日土曜日午後2時からソユースタジアムでブラウブリッツ秋田との試合となっています。次のホームゲームは第5節3月20日水曜祝日午後2時からユアテックスタジアム仙台でロアッソ熊本との対戦です。この試合も前回のホーム水戸戦に引き続き選手イベントやベガルタ仙台設立30周年記念のパネル展をスタジアムで開催予定です。もちろんそれ以外にもお楽しみがたくさんありますよ。週の真ん中の水曜日ではありますが祝日ですので学校やお仕事がお休みの方も多いと思います。皆さんのご来場お待ちしています。そしてその次の試合第6節もホーム戦、3月24日日曜日午後2時からユアテックスタジアム仙台で徳島ボルティスとの対戦です。3月下旬は中3日の連戦をホームで続けて戦うことになりますので、ぜひサポーターの皆さんの熱い声援での後押しをお願いします。チケットは現在熊本戦徳島戦ともに絶賛発売中、お早めにお買い求めくださいね。その他の情報なども合わせまして詳しくはベガルタ仙台のオフィシャルホームページをご覧ください。ということでベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。